私はビットリオ・ベネト級のインペロだ。挨拶が終わったからもう寝る。インペロは偉い。偉いから指揮官は控えてて。そう、そのまま下がって一人にして。よし、寝るか。ビットリオ・ベネト級4番艦のインペロだ。神戸を垂れて、私に忠誠を誓いなさい。インペロは偉く、そして偉いものは素晴らしいからよ。ごきげんよう。もう寝るから、出撃の時に起こして。何か用？これからお風呂に入るから、3時間後にまた来て。急な用事なら、一緒に入りながら聞く？ベネト姉はまだ起きてる？起きていたらピカーッと意向が輝くからね。ほら、ピカーッと。パンと携帯だけあれば人は生きていられる。酸素コーラも、いや、お風呂もないと。窓にスライダーをつければ、部屋に戻りやすくなるよね。指揮官、どう？ひれ伏したくなったか？いやらしい。指揮官、髪の毛をいじるの、楽しい？任務か。サディアの意向を広げるのに必要なことで間違いない。任務完了。貴重な体力をだいぶ使っちゃった。あとは頼む。お手紙がヒューッと机に飛んできたのではなく、インペロが持ってきたって？バレたか。戻ってきた？わざわざ起きて出向いてやっているんだから感謝して。委託組が帰還したようだ。出迎えを任せる。ふんにゃー。サディアの意向を、私の意向を見よ。インペロの出撃を知って迎えてくるのは、勇気ではなく、己をわきまえていないね。空を飛ぶスパゲッティの、バレた？そう。ごめんなさい。私のせいよ。ひれ伏せよ。偉いインペロ。今から本気モード。下がっていろ。仲間を裏切った者に用はない。インペロが偉いことに理由など不要。偉いのは自然。偉いのは当然。偉いことに疑いようがない。うん。ベネト姉がそう言ってた。ようやくインペロに忠誠を誓う決心がついたか？ん？確かに指揮官は偉いけど、私も偉いから、互いに一回忠誠を誓ってもいいのでは？インペロは何もしなくていい。何もしなくてもサディアのために役に立つ。でも、指揮官のためなら、私頑張らないと。仕事を手伝った。偉い私にこういう仕事は不慣れだから多めに見ろ。指揮官も生まれつき仕事ができるわけではないでしょ？つまりそういうこと。
うん、褒めてくれてありがとう。ん？指輪？嫁いでくれるのか？これはベネト姉たちに報告した方がいいかな。まだしなくてもいいか。うん、わかった。インペロは偉くて何もしなくていいからね。指揮官、後のことは頼むよ。